ノロ英作の系統、ノロ英作は愛知県一宮市に存在する系統を製造する企業またはその創設者。株式会社ノロ英作は手間のかかる独自の製法によるノロ、ノロ英作ブランドの高級手編み系統を世界的に販売している。2011年時点の社員は25名、その半数は女性。社長のノロ英作以外は 全員編み物を習得しており、カタログの写真撮影なども社員で行っている。創業当時はオイルショックのためにコスト高となり、販売が伸び悩んだ。生産された系統のうちに3が海外で販売されており、2010年には海外の販売網は30カ国2500点となっている。防網には欠かせない調合器、 丁寧に糸を作るためのミュール防石器や粘式、仕上げのための毛羽立て器など、染色工程を除くすべての製造設備を所有している。トップ染め染色は専属契約の工場に外注しているが、使用される染料も独自のものを指定している。各工程に専業する他社と比較すると非効率で、あるが、理想の商品の開発のために必要とされている。 特殊な製品であるため、準備機やミュール防石機などを社内で改良するなどして、対応している。A フォークランド諸島やアルゼンチンパタゴニアの羊毛、南アフリカ、東ケープ州のキッドモヘア、ペリューのアルパカなど、厳選された羊毛を採用している。通常の毛糸は糸になった後に染色を施すが、同社の毛糸は羊毛の段階で染色を行う。 提携先の染色工場で染色された羊毛は手作業で返される。原子についた異物も全て手作業で取り除いている。解剖された原料は1分あたり5から10メートルという低速でスライバーにされる。染色した羊毛から原子を紡ぎ、それをグラデーションがきれいに出るように並べるのも職人の手作業である。複数色の羊毛を特殊な機械を使ってよりあわる。 ことにより、一本の糸に20から30色の色彩が使用され、グラデーションのようにミックスされ連続的に色調変化を呈する製品となっている。通常の防石工程では、成防段階で繊維の方向と太さや長さを一定に揃え均質な糸にするが、ノロでは繊維を揃えず、繊維を不規則に配列し、長さや太さや色までも混在した状態の糸に仕上げるのが特徴。 細く長い毛は二重三重に屈折して折れ曲がりながら、糸の内部に入り込み、太い毛は屈折せずに表面に現れ、また短い毛は縦や横に重なって、独特の笠高性や膨らみ感を出すのに役立つ。この特徴的な防石法により、繊維表面の摩擦が少なく、繊維表面を痛めないので割りや、弾力性を損なわずに、毛玉も形成しがたい毛糸となる。 他社製品と比較すると同じ重量でもボリューム感があり、太さは色彩が均一ではなく、素材感にあふれている。そのため初心者が編んでも、目の不揃いさが逆に趣き深く仕上がり編みやすいと、される。当初、同社の独創的な毛糸は全く売れなかったため、他社の下請け業務を行って、経営を維持していた。商品には、絶対の自信を持っていたが、 どこの店舗に商品を持ち込んでも愛知県の田舎から出てきた青年の変わった毛糸度という扱いであり取り扱ってもらえないまま3年間が経過したその後横浜市のダイヤモンド地下街のとある店舗がノロの,の熱意に根負けして商品を置いてくれることになった店頭に置かれた製品は店主の予想を裏切り驚くように売れた当時のダイヤモンド地下街は 大きな販売力を持っていたため、ここでの売れ行きは大いに宣伝効果を発揮した。そのため、それまで相手にしてくれなかった他店からも声がかかるようになり、数年のうちに、ノロ英作は全国販売網を完成させることができた。同社の製品は、ノロヤーンとして国内よりも、むしろ欧米で有名である。最初の転機は1981年に大阪で開催された。 展示会であった。アメリカの系統流通業者であるシオン、エラロフは、ノロ演作の製品を目にした翌日に工場を訪問し、2日間見学を続けた。エラロフは、ノロの系統を非常に独創的と評価し、彼を通じて、2年後にはアメリカの100店舗に同社製品が納入されるようになった。2007年にはアメリカでは、年2回の展示会が開催され、 700店舗以上で同社の毛糸が販売されている。アメリカでの成功を自信を深めたノロは欧州での販売強化のためパリに現地法人を設立した。現地で採用した従業員とともにライトバンに乗り小売店を一軒一軒訪問して顧客開拓を行った。当初はその独創性が評価され新規取扱店が次々と拡大していったが、 それを脅威と捉えた現地のケイト生産業者が小売店に圧力をかけ始め、結局この販売戦略は失敗することとなった。この件で単独での販売拡大の困難さを痛感したノロは現地の代理店を通じた販売に切り替えている。2007年にはイギリスとドイツにもそれぞれ200店舗の小売店で取り扱いがある。 イタリア・フィレンツェで開催されるニット用糸の専門見本紙、ピ・ティフィラティにも2003年から出展されており、アルマーニやピエール・カルダンなどの著名ブランドも同社の製品を採用している。パリでの糸見本紙、エクスポフィルにも出展されている。1938年2月27日出生。三重県の出身。趣味は、ゴルフと絵画。岐阜県岐阜市在住。 当時の日本は繊維工業が花形の時期であり、工業高校の防食科に進学したノロ英作も繊維業に進むことを決めていた。工業高校を卒業後、地元の繊維会社に就職。早朝から深夜までがむしゃらに働いたノロは、社内外で評判され、若くして営業部長になった。35歳の時に、周囲の反対を押し切って起業。 当時の全財産は親からもらった健康な体と英作という名前だけだったため自分の本名をそのまま社名にした。1975年8月1日に株式会社ノロ英作の経営者となった。ノロ英作本人は編み物ができない。効率は一切考えない。デメリットの塊、売れないものを作るこの3つを開発のポリシーとして語っている。 その結果、世界中で、同社以外では、製造不可能な商品が生まれ、収益の安定につながった。コストド外資の研究開発型で会社を運営したことが結果をもたらしたとされる。サラリーマン時代や自ら海外で営業周りをした経験より、業種ごとに仕事を分担する縦割り組織に否定的なスタンスをとっている。社員一人一人に、仕入れから企画、 製造、営業まで、すべての仕事をこなすことを求める経営方針を堅持しているため、入社してから一人前になるまでには10年以上が必要になるが、攻めの体制のためには必要なことであるとしている。ありがとうございます。